いつもご視聴いただきありがとうございます。ここは埼玉県内で埼玉市、川口市、川越市に次ぐ埼玉県内4位の人口を誇る34万人都市、所沢です。西武池袋線新宿線の所沢駅の西口です。この所沢はご存知、埼玉西武ライオンズの本拠地がある、そういう都市としても皆さん知っておられると思いますが、選手のこういう写真、顔写真入りのものがね、駅前のところにあるんですが、例の方はもうすでにライオンズトレインからも姿を消しています。改めてご視聴ありがとうございます。この所沢には西武の本社があったりだとか、西武の本拠地です。でこちらに2000年でしたっけ、西武所沢車両工場という西武の自社工場があったんですが、その跡地に来年の秋オープンのショッピングモールが建設中ということで、今まで2回ご紹介しておりますが、今日は2023年の7月の8日です。今日現在の所沢西口のショッピングモールの建設現場の様子というのをご紹介いたします。4ヶ月ぐらい空いていると思いますんで、前回からですねだいぶ様変わりしていると思いますが、またどうぞよろしくお願いいたします。まずこちらは所沢の西武百貨店の向かいにあるタワーマンションみたいな、所沢クラッシーというビルの2階のところから撮影しておりますが、いやびっくりしました。以前の動画は動画の概要欄にリンクを貼っているので、過去2回の様子というのと見比べていただくと分かりやすいと思うんですが、以前はこういうクレーンがですね数基この敷地に立っている状態で、建物らしきものというのは全く跡形もありませんでしたが、すごいですね、すごい速いペースで建設されています。オープンが来年の秋の予定になっていて、もう突貫工事というかそういう感じで作られているんでしょうね。ちょっとまた別のアングルからご紹介をいたします。さっきはこのシティタワー所沢クラッシーの2階の向かいのちょうどこの辺りから、ここら辺から撮影してたんですが、今いるのは西武百貨店の2階のデッキみたいなところです。でこちらからこの後できるショッピングモールの建設現場を見ると、こんな感じでやっぱりもう空き地みたいなスペースは全くなくなっております。本当にびっくりします。何度もこの言葉使っておりますが、西武百貨店の2階からの 見え方というのはこんな感じなので、続いては最後のアングルをご紹介いたします。最後のアングルですが、地上に降りてまいりました。ここはね数ヶ月前まで本当に何にもなかったんですが、いや驚きました。しばらく見ないうちにこういう劇的な変化が起こっております。敷地の最後の方まで、向かいますが、差し当たって月曜日から土曜日までが工事で、日曜日のみお休みということです。以前もこういう透明なところからちょっと中を映してみたんですが、これはお店の入り口あたりのスロープになるのかな、確かね大型車が出入りしていたここら辺にゲートがあったんです。でここに
お店の入り口になりそうなスロープが前回の撮影の時はそれだけは出来上がってたんですが、こういう上の部分にはですね、まだ建物らしきものというのは影も形もなく、もうこれ来年の秋にオープンするんだなというのがもう本当に実感します。最初にこちらの場所をご紹介したのが去年の暮れでしたので、わずか半年ちょっとでここまで建物というのは出来上がるんだなというのがね、簡単な言葉になりますが驚きとしか言いようがありません。多分大型車の出入り口というのは変わったんですかね。この場所は2000年まで西武の所沢の車両工場があった場所、地質の汚染、地質土壌の汚染の影響などがあってしばらく手つかずの状態だったんですが、来年の秋にショッピングモールが完成する、建設するということで工事が進められています。非常に大きなショッピングモール、映画館なども入るみたいなんですが、所沢にできるということで、隣町の東村山に住んでいる人間にとっても非常に喜ばしい、そういうお店ができるということです。最後は敷地の一番南側にあります豊川稲荷のところから撮影をして終わりにいたします。こちらが一番建設中の様子というのを見やすくなっているみたいで、もう完全になんか出来上がりが予想できるというか、こっちも基礎工事がされているところになっています。いや、所沢はどんどん変わっていきます。数少ないプロ野球チームの本拠地ということで、都心からいろいろね、本拠地西武ドーム、ベルナドームについてはいろいろと言われておりますが、そんなに不便な印象を受けないんですけどね。ということで今回の最後のお願いなんですが、メットライフドームじゃねえや、今ベルナドームという名前に西武ドームがなっておりますが、西武ライオンズ春先の勢いはどこに行っちゃったんでしょうか。今パリーグの最下位に落ちております。残念です。いろんな不祥事があったりだとかありましたんでね、戦力的なものも原因として挙げられると思いますが、そうですね、今回の最後のお願いはまだ西武ライオンズが、埼玉西武ライオンズがクライマックスシリーズに行けるということで望みを持っていらっしゃる方、ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。最後までご覧いただきありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。来週もよろしくね。